チェスター・ベニントンはアメリカ合衆国の歌手。亡くなるまでロックバンドリンキン・パークのボーカリストを務めており、ストーン・テンプル・パイロッツ、デッド・バイ・サンライズの元ボーカリストでもある。身長178センチメートル。ベニントンはアリゾナ州フェニックスで生まれた。父親は刑事、母親は看護婦で、ベニントンが11歳の時に離婚し、父親に引き取られた。 7.8歳から13歳まで、年長の男友達から性的虐待を受け、16歳までに LSD などの薬物やアルコールを大量摂取するようになる。寂しい家庭環境を紛らわすためを描いたり詩を書いたりするようになり、音楽に興味を持ち、デッペッシュモードや、ストーンテンプルパイロッツの影響を受ける。グレー。 デイズというバンドをはじめ、仲間ができたことで、環境は好転するが、暗い過去を忘れるためにますます酒や、コカインやメタンフェタミンに溺れるようになる。薬物中毒で風貌が一変したことに驚いた。母親に17歳の時に連れ戻されるが、音楽活動は好調で2枚のアルバムを出し、地元の人気バンドとなるも、解散、22歳で結婚し、デジタルサービス会社で働く。 後には薬物中毒を克服し、インタビューで薬物の使用を非難している。彼はプロのミュージシャンになる前、バーガーキングでも働いていた。リンキンパークに加入する前、ベニントンはフェニックスのグランジバンド、グレーデイズで活動していた。1998年にグレーデイズを脱退したが、しばらくは新しいバンドが見つからなかった。音楽を諦めかけていた頃、 ロサンゼルスにあるゾンバミュージックの副社長、ジェフ・ブルーが彼を、リンキンパークのボーカルのオーディションに誘った。ベニントンは仕事を辞め、家族をカリフォルニア州に呼び寄せ、オーディションにも合格した。ベニントンと前のボーカルだったマイク・シノダは、素晴らしい成功を収めたが、なかなかレコードの発売には至らなかった。 しかし、ジェフ・ブルーの力添えがあったおかげで、ワーナー・ブラザース・レコードと契約することができた。2000年代初頭の驚異的な成功にもかかわらず、ベニントンは、ステージの外では、多くの問題を抱えていた。もともと彼は病弱で、2001年のオズフェストの、最中に、毒糸と具もに腕を噛まれてしまった。アルバム、メテオラの制作中にも健康に悩まされた。 2003年末には病気に倒れた。2007年10月にはメルボルンでのステージで舞台に飛び乗ろうとした時に手首に怪我を負ったが演奏を続け終了後すぐに救急救命室に運び込まれた。驚異的なシャウトとバラードでの魅力的な声が特徴だがどうすればそのような声が出せるのかというインタビュアーの質問に対しては なんでこんな声が出せるのか、自分でもよくわからないと答えている。ベニントンは1996年10月31日に、最初の妻サマンサと結婚した。2002年4月19日には、子供が生まれ、ドレイブン・セバスチャンと名付けられた。ベニントンは、最初の妻であるサマンサとは、リンキンパークの活動の中で、すれ違いが多くなり、2005年に離婚に至った。 サマンサとの離婚後、ベニントンは元プレイメイトのタリンダ・ベントレイと再婚し、二人の間に生まれた子供をタイラーリーと名付けた。彼の家族はカリフォルニア州オレンジ郡のニューポートビーチにある6000、平方フィートの豪邸に住んでいる。6人の子持ち。彼は2006年公開のジェイソン・ステイサム主演の映画アドレナリンに亀を出演している。また入れ墨の愛好者である。 体中に入れ墨とピアスがあるだけでなく、アリゾナ州天比にあるタトゥーショップ、クラブタトゥーの共同経営者でもある。このタトゥーショップは雑誌などにも多く取り上げられ評価されており、ニューヨークでアートショーが開催されたほどである。また彼は動物の権利団体ペタのインクノットミンクキャンペーンにも参加しており、2009年に毛皮反対の意思を公表している。 ペタのインタビューの中で、ベニントンは、僕たちはこの世界のすべての生き物に敬意を示す、必要があるといい動物の権利を支持し、毛皮を買わないという選択だけではなく、犬や猫の里親になる選択を促している。2019年の時点で、約3000万ドルの資産を保有している。2017年7月20日、ロサンゼルスの自宅で死亡しているのが発見された。 家族が外出中の首吊り自殺だった。満41歳没。この2ヶ月前に音楽仲間のクリス・コーネルが首吊り自殺しており、ベニントンが亡くなった日は、コーネルの誕生日だった。ベニントンは、コーネルの息子の大父も務める親しい友人でもあり、コーネルの葬儀では、レナード公演のハレルヤを歌ったばかりであった。ありがとうございます。